プリです。おはようございます。今日は、セブンイレブンで買った金のマルゲリータをオーブントーストで焼いてみようかなって思います。この人の顔がすごいですね。はい、山本、シェフ、ピッツァで優勝とか2年連続優勝って書いてます。果たしてこの人と同じぐらいの美味しさでできるでしょうか。早速開封して、はい、中身は、中身こんな感じです、内装の袋を破る。はい、なんかうまそう。オーブントースターの場合は、5分半、5分半行ってきます。はっ、はい、マルゲリータ完成しました。ちょっとこんな感じで美味しそうに出来上がりましたね。はい、やばいなこれ。おいも、いやだ、いや、いや、いや、だ、いや、いや、うわ、もういいだろ。4つ、かけまして、はっ、ではいただきます。チーズはちょっと、あるかもしれない。タバスコかけちゃったのか。美味しかった。死んでる。顔が死んでる。ちょっとかけすぎた感じ。程よいチーズの感覚がベストです。これは点数でいうと100点満点中、優
賞したのもあるけど、自分の口には、80点ぐらいかな。ピザとかね、久しぶりに食べたんで、だけど美味しかったです。ではどういうことだ、めったにね、ピザ食べないでね。ではチャンネル登録、グッドボタン、コメント、何でもいいんでよろしくお願いします。あと彼女も募集しているますんで、よろしくで、無理